では養子について皆さんどんなイメージをお持ちですかっていう、ね、あの気になってて原宿の若者に聞いてみたいと思います。行きましょう。ちょっと今からコミュ障と戦うことになるんだけど、養子について何を知ってますか？あのなんだっけ、なんか有名な建物、クレムリン、モスクワにある赤広場。あ、そうです、そうです。あ、のイメージ。なんかのチョコレートみたいな、チョコレートみたいな、チョコレートの箱みたいな、はい、あ、キラキラ、あのいろんな色の、なんかオリンピックでなんかドーピングしてるイメージ。あ、そう、それ話題になりましたね。フィギュアスケート。あー、はいはい。妹が好きなんです。あー、ありがとうございます。何か知っていることとか。綺麗、なんか可愛い人とかが多い。綺麗広い、広い、うん、あ、そうそうそう、寒い。はい、ありがとうございます。ロシア、プーチン大統領。はい、プーチンイメージしかないです。あとでかい、あと、プーチンさんのなんか都市伝説みたいなの見たから年々若返ってるみたいな都市伝説みたいな。そうそうそう、あります。はい、ありがとうございます。はい、今視聴者の方に出会ったんですけど、じゃ あのついでにインタビューもしてみます。ロシアについて何か知っていることとかイメージとか。ロシア、ロシア、ロシアってヨーロッパ、ヨーロッパですよ。ヨーロッパもアジアもどっちも。あ、でっかい国。はい、そう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 。え、頭こんな人が。で、フランス。え、あの、ロシアはでかい。はい、ロシアでかいです。それが思い浮かぶ。はい、こんな感じです。皆さんいかがだったでしょうか。なんか意外とこんなところを知られてるなっていうのもあったし、インタビューした人数がそんなに多くなかったけど、なんだろう、原宿ならではの原宿の若者たちに聞いてみたっていう、例えば違う場所で違う街に行って、あそこで違う世代の人たちに聞くとまたさらに違う意見が出てくるかもしれないけど、それもそれで面白いですね。はい、インタビューをご協力してくれた皆様ありがとうございます。私もね、ちょっとコミュ障なところがある中で人にインタビューするのがねなかなか自分の中で頑張りました。またインタビュー動画もぜひ作りたいと思いますので、面白いかな、それが面白いかな、面白いかどうかコメントで教えてください。はい、今日ご視聴ありがとうございます。パカパカー。